テント様があべこべに顔を出すエブリデイ液晶越し憂鬱の狭間にふと思い出すのは君のことこの際辛い日々が続けば続くほどに大事なことが物が人がきらめいてゆく奇跡何もかもがうまくはいかないけど水をあげよういつか君に恥じぬように君のつぼみが転ぶようなそんな未来は僕が守っておくよ考えておくよ何から話そうか死んでゆくことに知らないふりをした昨日にはさらばならば向かうのはジレンマの向こう今年の桜は確か君と眺める春を約束したっけいつかその日が来るまで待っててねうん何もかもがうまくはいかないけどこんな日々に見つけられたものもあってこれは証明僕は僕でいるよ考えておいてよ話を聞かせてよ